はい、どうもこんにちは、これからベトナムへ向かいます。ここは成田です。というわけでベトナム到着しました。暖かいです。さあ、じゃあこれから仕事やっていきます。今現地の、コンシェルジュの人に、迎え来てもらったんで、コンシェルジュの人です。じゃあではまたアップします。今、ベトナムの夜の街に来ております。なんか、歩行者天国みたいなところにいるので、こんな感じになってます。変な、デパート、ルイ・ヴィトンとかそういうとこあるとこ来てました。今のところ、あ、そう、ゴキブリがね、なんかベトナムは出るって Google で調べたら出てきてビビってたんですけど、今のところゴキブリには遭遇してません。以上です。今ホテルにチェックインしました。今日、ベトナムに来てるのは、僕一人じゃなくて、まあ、今日誘ってくれたのは実はトゥルン、元、K-1 ファイター、神戸翔太選手でなく、今は、株式会社ネオキック代表取締役の、神戸翔太君に、誘ってもらって、今日はベトナムに一緒に来ることになりました。はい、カンベ君、今日はベトナムは、どんな あれで来たんですか？まずなんかベトナムの現地の人から実習生を雇んないかみたいな感じで連絡が来まして、はい、で、あ、なんか面白そうだなと思って、まあ、ベトナムのことを調べてるうちに、結構今経済成長してる国で、さすが世界の壁、チャンスがあるんじゃないかなと思って行くしかないと思って、ありがとうございます。はい、というわけで今日は誘ってもらったんですけども、はい、まあ、せっかくなんで、まあ、夜は夜でまたベトナムを少し街並みを見てきながら遊んでこようと思ってるんですけど、神戸選手といえば、皆さん、実はタケル選手とも、しっかりと若い時に戦ってますし、コウジ選手にも勝ってるんだよね。コウジ選手には勝ってます。
あとは、人気選手でいうと、小澤海人選手にはまあ何とも言えない判定で負けちゃったんですけど、すごいね、強者とかと、めちゃくちゃ戦ってたんですけど、せっかくなんで、戦ってきた中で一番強いなと思った選手は誰ですか？強いのやっぱタケル選手じゃないですか、ね、タケポンが一番強かったと。それはパンチが重たかったですか？パンチはそんな、意外となかったですけど、キック強かったですね。ああ蹴りが強い。意外とそうですよね。あれタケル選手はあの左の三日月蹴りと左ミドル、あと左の前蹴りでうまく、あとインローを使ってパンチが強く見せると見せかけといて蹴りが意外とうまいかなと僕も思ってました。コウジ選手はどうでした？コウジ選手は正統派なテクニシャンですよね。うまいですよね普通に。ちなみにカイカイは？カイカイはいや根性あるいい選手大人だななるほど。あとなんかあれですか、思い出に残る選手とかって言いました？あとは山本正弘です、ね、ああそっか飛び膝蹴りで最後鼻を砕け神戸君の鼻が今でも曲がってるんですけどね途中までね勝ってたんだもんね。そうですね、普通に押してて最後の最後まさかの飛び膝蹴りを食らうっていうそれあの TKO だっけ？ TKO です。止められちゃったんだっけ、はい、そう鼻が思いっきり曲がったし多分その時僕も見てたような気がするんだよ試合会場で。すげえ。そのせいで今後も一生鼻詰まりでそうなんですよね、ファイターあるあるです。鼻が折れると鼻が詰まります。はい、というわけで、とりあえずホテルにチェックイン成功して今日は、誰と来てるというのは神戸翔太くんと一緒に来てました。はい、じゃあまた、第2弾第3弾で、ベトナム滞在ブログを上げていくので楽しみにしててください。以上です